はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビッシュです。では今回は低速エキゾンスリーパープキット PC 版、日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。ミッドウェー攻略作戦を発動した直後にですね、敵の艦隊がウェーキー、クゼリン、この辺りに展開してきているという情報をキャッチして、これの迎撃戦に当たったところですね。まず第6艦隊、小沢艦隊ですね。これはレイテ沖海戦からずっと第一線で戦ってきてくれていた小沢艦隊、この空母艦載機が再び米軍の空母艦隊の前に壊滅するという事態に陥っています。この小沢さんの艦隊はですね、一度クレーに戻して昇格型の5番艦と6番艦、これが新しく完成してますので、これをね編成に組み込んで艦載機を補充して戻ってきてもらおうというふうに思っています。それまでの間はですね、トラック、サイパン、さらに第1艦隊、ここでね食い止めていきたいというふうに思っています。では時間を進めていきます。もうすぐでレップがね完成すると思うので、レップが完成してくれれば速度をね、アップグレードできるので、米軍の高性能の戦闘機ともねもう少し戦えるかなと思うんですけど、現状ではやっぱり敵のね高性能機の前になすすべなしという状況になっています。なんとかね、敵の艦隊をねここで、また退けておきたいんですけど、やっぱりアメリカ軍の方が攻撃力が高いのか、こっちがねいくら削っても向こうの方が1枚も2枚も上手っていうね、そういう状況が続いていて、なかなか決定的な攻勢に出れていないという状況の中ですね、まあ、どう戦っていくかというのが課題になっています。ここは空母艦載機第一航空艦隊、SX 級に対抗するために作った風林火山、これをね機関とする第一艦隊から空母艦載機を飛ばして敵の空母3隻を狙っていきます。敵の直縁が8、だいぶ減ってるね。まあ、今回はですね、時間差アウトレンジ攻撃、まあ、つまり敵のね直縁の数を減らすために小規模な、まあ、1機2機で、敵のね上空を旋回して戻ってきて、敵の直縁機をね一旦下に下ろした後大編隊で攻撃するっていうね、時間差アウトレンジ攻撃は使わずに、空母がね2隻2個艦隊編成になったので、そうしなくても結果的にね、攻撃ができるという状態で、最初の第1波攻撃を行った小沢艦隊の艦載機は壊滅してるんですけど、このね井上さんの第一航空艦隊はそういう観点では第2波だったんで、数がねそこまで減っていないという状況ですね。では敵の空母沈めに行きます。さあ敵の直縁は少ないのでもう委任してあります。このまま敵のね、直縁とさらに艦隊をね叩いていきましょう。まあ、本当に時間差アウトレンジ攻撃をしなくても時間差で攻撃ができるっていうのが空母艦隊2個にした一番の強みですね。まあ、今再び、小沢艦隊がね、戦線を離脱したことによって、空母艦隊がね、1個体制になってしまってますけども、これ空母2個艦隊編成だと何も策を、まあ、尽くさなくてもですね、時間差で攻撃ができる。まあ、一つのね、空母艦隊から出た艦載機は大ダメージが出ますけど、もう一つのね、第二波攻撃の方はしっかり相手に届くということになるので、まあ、前よりもね、そういう意味ではだいぶ戦いやすくなってきているのかなというふうには思っています。はい。敵の直縁は壊滅させましたが、空母には届かなかったですね。敵の空母3隻健在という第二艦隊です。小沢艦隊からも飛ばすだけ飛ばしますか。数はねもうあまり期待できませんが、全自動で攻撃を仕掛けちゃいます。空母1隻だけ撃沈してます。小沢艦隊はこのまま戦線を離脱、クレに一度戻します。はい、10月になってるんですけど、まずですね一つ大きなニュース出てまして、バンコク、まあ、タイですね、これが降伏して連合軍側に下っています。これねすごくまずい状況でして、急いでですねバンコクを攻略しなきゃいけないという状況になりました。まあ、ただ残念なことにこの近くにはですね、
まあ、大きな戦力を置いていなくて、ラングーンに守備隊20、あと航空隊としては新山が10しかいないという状態です。全くノーケアだったというところですね。でカルカッタからですね、ちょっとバンコクを取りに行かなきゃいけないという状況になりましたので、まずははめます。で守備隊がゼロ、この状況であればもう早速バンコクを取りましょう。バンコクに対しては、ラングーンからですね、攻撃を行います。基地攻撃バンコクで、さらにラングーンには守備隊を増強しましょう。でもう一つがですね、敵の艦隊をロストしました。どこにいるかわからない。トラックからクゼリンの間どこかに展開していると思うんですけども、敵の艦隊をロストしています。でこの状態の中ですね、第一艦隊、これがサイパンに入りますので、サイパンに入ったら第一艦隊は航空隊を増強して、戦線に吹きトラック付近まで進出してですね、敵の艦隊を探っていくという行動に移っていきます。敵の艦隊発見しています。ラマウル方面に来る、まあ、そういう動きのように見えますね。まあ、ラマウルの方もね、決して、まあ、盤石の、ね、戦力というわけではないので、本当に厳しい戦いになりそうですね。で今サイパンの方には第一艦隊入っていて、失った航空隊を増強中です。この増強が完了したらですね、戦線に復帰してもらいましょう。では、ラバールの航空隊の方からですね、艦載機ではないですね、基地隊を飛ばしていきます。敵の直縁30のいる空母艦隊ですね、アメリカ軍の第4艦隊。こっちにはね、アメリカ軍のまた別の空母艦隊、これ第1艦隊ですね、第1艦隊、さらに第2艦隊と空母が続々と攻撃を仕掛けに来るという状況なので、まずサイパンからはですね、第一航空艦隊、井上さんの艦隊を出撃させて、今画面に映っているトラックの右上にいる2つの艦隊ですね、この艦隊はサイパンとトラックの基地航空隊で叩いていきます。で、一方ですね、ラバールの方に来ている敵の艦隊に対しては、ラバウルの基地航空隊とウェワクの基地航空隊、この2つの基地航空隊で持ちこたえてもらうしかないかなというとこですね。いや本当にアメリカ軍どんだけ空母持ってんだっていうね、本当そういう状況ですね。小沢艦隊はもうね、一度引き返すの前提なので、このままなんとかね、アメリカ軍の第一艦隊を潰してもらいましょう。1空母を撃沈、1空母を中大破というところですね。今中大破させたのは、沈めたのはこれかな、軽空母コメンスメントベイ、これを撃沈してますね。艦載機24機を葬り去ったというところですかね。アメリカ軍の第一艦隊はほぼ無力化したと思うんですけど、後続でね、まだ艦隊が続々と来ている。4空母、さらに詳細不明、ラバウル方面にも同時に攻撃進行してきている状況なので、まあ、アメリカ軍の本当に底力というか、攻撃力の強さというか、本当に空母が多いなというところです。では第一航空艦隊は敵の4空母ですね、この空母に攻撃を全機出撃という形で攻撃を仕掛けていきます。まあ、4空母なので敵も4空母なんですね。そうなると必然的にですね、航空隊の数が、空母艦載機の場合は
空母の数で決まるんですね。なので我々が4空母なので今4つの飛行隊映ってると思うんですけど、敵も4つの飛行隊になってると思うんですよ。なので、航空隊の数の多さで敵の空母になんとか、ね、食い込んでいくっていうことができないので、ガチンコのね、航空隊同士の殴り合いという戦いになります。さあ敵の空母に取り付けましたね。軽空母ミッドウェイ、さらにもう3隻ね空母が入り込んでいるはずなので、この空母をね沈めてもらいたいというところです。敵は離脱、4空母残っているという状態ですね。今回からですね、航空機の編成で、護衛機の数をさらに増やすようにしています。今までよりもね護衛の数をさらに増やして、その中でね、なんとか航空機の損害をね減らせればなという考えですね。さ、敵の目標はどこなんだ。グアムとかに来られると本当に厄介だな。はい、アメリカ軍の第7艦隊に関しては、サイパンの基地航空隊がですね、空母2隻を撃沈してくれています。もうこのあたりは本当に時間差アウトレンジ攻撃を使わなくても結果的にですね、味方がもうお任せしちゃいますけど、こんな形でですね、敵の直縁が降りたり下がったりしているその間に連続的に波状攻撃を仕掛けてくれるので、このねサイパントラック、そして第一航空艦隊がいるところでの戦いはね、有利に進められているのかなと思います。正規空母フェリピン氏、これを撃沈してます。正規空母ウォルベリン型、ちょっとあんまり聞かない、勉強不足で申し訳ないんですけど、これも SX 級と同等の強さありますね。艦載機100積んでますからね。これを撃沈しているというところです。では第一航空艦隊からとどめを刺しに行きましょう。おっと、10機しか出れないね。連続ではね飛べないですからね。で、ラバウルの方は溜めます。こちらの方にね敵の艦隊が迫っている様子がありましたので、今艦隊をロストしてますけどね、現れた時にはすぐに全機出撃できるように溜めておきましょう。はい、トラックの基地航空隊が第2艦隊の空母1隻を撃沈してくれています。もうこの辺りでね敵の艦隊を再び仕留めておいて、第6航空艦隊がね、再び再建するのを待ち、戦艦ヤマト武蔵の入っている艦隊がね軽空母で護衛できる体制を整えられるまでね、ちょっと時間を稼ぎたいなと、そういうふうに思ってます。では残りの空母艦隊の空母の息の根を止めておきましょう。遠いところから攻撃していきましょう。お任せしちゃいます。仕留められるはず。逃したか。この空母も仕留めておきたいんですよね、できればね。ラバウルに迫っているこの艦隊は全くわからないな。38か。38は結構な数だな。まあ、前期出撃はさせるものの、直縁の数が23。多い。多いですね。はい。敵の直面を、ね、壊滅させましたが、味方の損害も33機未帰還、第4艦隊空母2隻健在という状態です。第1航空艦隊は一旦南下させる必要がありそうかな。この艦隊も、ね、空母1のまま突進してくる構えだからね。このまま行くと本当にラバウル方面がピンチになるので、トラックの下南下させていきましょう。本当に強いな空軍、アメリカ軍はね。アメリカ軍の第2艦隊から空母1隻、小沢さんがね、クレイに戻りながらの攻撃ですけども、仕留めてくれています。陸戦隊が18残ってるので、これも沈めておかないと、おそらくね、どっかに攻撃を仕掛けてくるのかなと。
という感じがしています。まだね、残念ながらバンコクはね取れてないんですよね。もう硫黄島も攻撃ができるレンジに入ってきてるね。多分あんまり数飛べないんじゃないかな。虹爆、虹の艦爆が飛べるね。じゃあこれを飛ばして仕留めておきましょう。もう敵に、まあ、いわゆるね、直縁機はいない状態。空母は全機仕留めてありますからね。輸送船2隻を撃沈してます。第一航空艦隊。これは、このターンはお見送りして次のターンかな。ラバウルの基地航空隊が少しピンチなんだよね。かといってラバウルの基地航空隊を増強する余裕もまたなしという状況なんですよね。予備の数が全くないからな。冷戦の5、2型。この辺りも数を増やしてどうにかなるというものでもないかなというぐらいの数ですね。まあ、ただかき集めるだけかき集めましょう。17式の観光とかね。ウェバクの基地航空隊で、アメリカ軍の第4艦隊の空母1隻、これを撃沈しています。もう1隻撃沈しておけばね、安心かなというところですね。はい、トラックの基地航空隊で、アメリカ軍の第2艦隊戦艦2隻、駆逐艦1隻撃沈しています。輸送船をねこの後狙っていきましょうか。そして、第一航空艦隊の方は敵のですね、残っている空母1隻、これをもう委任で攻撃しちゃいましょう。敵のね、直縁はもう飛び立てないという状態になっています。正規空母ベニントン撃沈、これで敵の艦隊をね壊滅させましょう。トラックグアム、サイパン、この辺りに展開している敵の艦隊は迎撃の目処がついたので、心配なラバウル方面ですね。ラバウル方面はラバウルと上枠の基地航空隊で今迎撃に当たってもらってますけども、航空機の数が足りていないので、今戦っているこの第一航空艦隊をね南下させて、ラバウル上枠の支援に当たりたいと思います。はい、敵の方ですね、壊滅状態に追い込んでいます。第一艦隊は事実上無力化できたかなと思うので、問題はね、この第四艦隊ですね。アメリカ軍第四艦隊がね結構強いんですよね。直縁の数はもう残っていないので、あとは張り付かれる前になんとかね、ラバール、ウェアク、トラック3つの基地航空隊、さらに第一航空艦隊で敵をね撃滅していきたいというところです。でバンコクの方は攻略しています。日本の航空技術力が16向上しました。いや、バンコクはねもともとタイが、まあ、事実上独立を守ってた国場所なんですけどね。まあ、実際ね、東南アジアで唯一と言っていいと思うんですけど、第二次世界大戦の時に独立を保ったまま終戦を迎えたのは、おそらくこのタイぐらいしかなかったんじゃないかな、というふうには思いますね。では、残りの敵の艦隊、相当していきましょう。はい。ようやくですね、レップが完成しました。これで航空機の精度をね、最高速度670まで引き上げて、攻撃力91、防御力66というところまでね、ちょっと引き上げていくことができるかなというふうに思っています。では、今回はね、ここまでにさせていただいて、次回ですね、まず第一航空艦隊の空母艦載機、これの再編、再構築、再建を行って、空母2隻体制に戻してミッドウェー海戦のための準備に入っていきたいと思います。それと同時にですね、マリアナ方面、ラバル方面に展開している敵の残存艦隊ですね、これの掃討も行っていきたいと思います。